はい、こんにちは、課長アスカです。今回もね、アンジェリックルミナライズやっていこうと思います。まあ、前回まではですね、というかまあ昨日の時点でバージルさんとデートに行って、まあ今帰ってきたところですね。うん。で、まあストーリーとしては、まあこの霊境の宇宙、まあ崩壊の危機があるということで、サイラさんの方からね、まあ言われたんですけど、まあそこまで詳しい説明はね、ありませんでした。まあでも2回目の定期審査も目前なので、まあとりあえずそこまでは頑張りましょうっていう感じですね。では早速進めていきましょうか。寝ましょう。おやすみなさい。フェリックス、何？珍しい。君も綺麗な景色を見に来たの？フェリックスとか、てかこの場所なんだ？なんだこの場所？見たことないな。そういうわけじゃない。ただいつ見納めになるかわからないから。え、うん、そっか。そっかで済む内容だった今。見納めって何？どういうこと？サクリアって不思議だね。ごく普通の人間の中に突然湧いてきて消えていく。ああ、君と同期の僕としては自分もそろそろかなって怖くなるよ。あれか、水の守護聖いなくなったのってサクリアがなくなったからだよね。まあ、いずれ自分たちもなくなることをちょっと懸念しているのか。え、でも自分もそろそろかなって、なんで怖いんだよ。君にはわからない。だから言わない。どういうことなんだろう。でもフェリックスはね、ちょっと危ないんですよね。サクリアの力がちょっとなくなりかけてるみたいなのをちょっと過去のあれで見たんですよ、夢で。カットしてると思うんで、またちょっとこの後つなげときますね。だからかな。まあいい。13年か。地上で生きた時間より君といる時間の方が長くなっちゃったな。あ、そうなんだ。同期で13年も一緒にいるの、だいぶ古株の方だね。出会った時君は12歳で本ばかり読んでた。そうなんだ。あの頃いた守護聖の方々はもうみんないないんだろうね。どういうこと？え、もうお亡くなりになってるっていう表現かな。あ、わかんないな、これどういうつもりで言ってるんだろう、これだろうね。ミランはなんかヘラヘラしてる子供だひどいこと言う。相変わらず言うね、バッサリと。幼馴染に遠慮は不要。わ、それじゃ僕は行くよ。また。幼馴染だって。君がいなくなったらやっぱり寂しいだろうね、フェリックス。ああ、ここそういう関係性だったんだ。そっか。えらいもん見ちゃったな。なんかフェリックスも焦ってるんですよね、きっと。いずれ来るかもしれない終わりを見て活動するのってだいぶしんどいと思うけどな。自分の意思じゃないしね、それは。13年も守護聖してたら次の人生どうなるんだ。おはようございます。おはようございます。このタイミングで夢とか見たりするんですよ。あっ、来た、ゼノ君、やった。そう、今日はね、ゼノ君とちょっと過ごそうと思ってたんですよ。いや、タイミングがとてもいいね、君は。お客様がいらっしゃいましたね。中に入ってもらっていいですか？いやー、もちろん入ってもらってください。お願いします。かしこまりました。生き生きするわ。おはよう、ゼノ。おはよう。今日は休みだから、どうしてるかなって思って。気になってきちゃったんか、そうか。いい天気だし。君さえよければ一緒に遊ばない？いいね、誘いを受けるに決まってる。ありがとう、ゼノ。なんか照れちゃうな。俺も嬉しいよ。それじゃあ今日はどうしようか。
なんかこう年少組が来てくれる時って遊びに行こうよっていう表現だからめちゃくちゃ嬉しいな。19歳とかね、18歳のあの感じとても可愛いですね。でそう、今日はね公園に行こうと思ってるんだ。青空面談したいってことだよね。うん、いいよ。君の努力の成果を見せてもらいたいな。そう、青空面談があるんですよ。これ行ったことがなくって、君の努力の成果見せてほしい。いいですよ、アスカ、やってやろうじゃないか。なんだ、な、え、今何、今のあれ公園の入り口ってこと？え、あんな初めて見たんだけど。へえ、ここで初めて出てくるんだ。日の曜日はいつもより雰囲気が明るい気がするな。青空面談頑張るぞ。待って、こんな人通りの多いとこでやるの。じゃあ行こうか。行こうか、どこに？うん、どこに行くんだ、教えて。あ、ここ、これ公園の奥地にあるとこですよね。湖というか。よし、この辺でいいか。何が？あ、では青空面談お願いします。ここでやるんだ、よかった。あの、なんか公開処刑みたいなことにならないかなっていうのをすごい懸念していました。でもなんだろうな、なんか一個不安なのが、あの左上日にちと曜日しか出なくなったのがすごい、なんかあのテストに文字入りの鉛筆持ってこないでくださいっていう、なんかあれにすごく既視感を感じるんですけど。うん、これガチのやつかな。あ、青空面談について、青空面談を申し込めるようになって、大陸については身の回りのことなど女王候補としての覚悟を問われるので前もって情報を確認しておきましょう。うっそ、ちょっと待って、これ早く言ってよ。情報、あ、でもなんか面談って、うわー、なんかあのサイラスさんの最初のアンケートみたいな感じかと思ったのに。あ、でも相手から支持率が上がる可能性があると。なにこれ、砂時計が落ちきるまでに質問に3回答えられれば面談は成功です。早く終了できると残りの時間をデートに使うことができます。こんなことあんの、ちょっと、制限時間とかあるの。君は女王候補だから いろんな人と接すると思うんだけど、はい、君が話を聞きたいって思う守護星様はどっちかな。どういう意味これ。ていうか、声優さんのフルボイスなのに、フルボイスなのに制限時間があるってどういうこと？そんなバカな話ありますか？でも話が聞きたい守護星って私の主観だからさ、ゼノ君関係なくない？なんで言いよどんでるの？でも、そうね、話が聞きたいこの二人だったら、まず仕事関係だったらローさんかな。そういう認識でいい？だよね、わかるよ。俺もよく相談するもん。わかる？そうだね。ゼノ君はよく交流してる感がある。よかった、同じ考えみたい。これところで、君の大陸が今どんな感じなのか教えてくれる？あ、これ面談っぽいぞ。例えばそうだな、は、君の大陸の民の心レベルはこれより高い？心レベル、そんなの見てないな、ちょっと待って。どうしよう、いくつだっけな、16とかだったかな。わからん、ちょっと制限時間が怖いんで。すごい、大正解だよ。やった、そんな細かい数字まで覚えてるなんて、やっぱり君ってすごいね。もうめっちゃ褒めてくれるんだけど、正解だったみたい、よかった。でもこれはね、あの主観的な問題じゃないから、数字だからまだ分かりやすかったね。そういえばレイナってどの守護星様と仲がいいんだろう。そういえばライバルの状況ってことになるけど、あ、君は知ってる？これ何聞いてくるんだろう、そんなプライベートなことって聞いたけど、そういうことか、ライバルの状況ね。でもこれはね、ぶっちぎりでミランです。そうだね、俺もそう思ってた。君って周りの人のこともちゃんと気にしてるんだね。本当に言ってる？いや、だいぶね、だいぶ露骨だったと思うけどな。瀬野くんは疎いのかな、そういうの。あ、終わった。そっか、3問正解したら終わるのか。やった。これ最短ルートじゃないですか。いや、でもあれかな、初回だから難易度が低かったのかな。あー、嬉しい、よかった。今日はこの辺で終わりかな。面談ありがとうございました。
こちらこそありがとう。君の力を見ることができてとっても嬉しかったよ。よかった。いやだいぶ焦ったけどね。あの砂時計。まだこんな時間だね。君さえよければもう少し散歩でもしない？あ、したいしたい。もちろんいいよ、行こう。なにこれ。あ、これ自分の意思で行けるようになるんだ。やった。え、こっち行こう。安直。いやでも本当にイベントでたまに連れて行ってもらえるとか、自分ね歩いて行ってますけど、私の意思では行ったことないですよ。ちょっとゆっくり話さない？ここで？全然いいよ。そうしよう。それじゃあ何を話そうか。何を話そうか。何ですかこれ。え、あ、この中から話題選べるんだ。これめちゃくちゃいいな。へえ、こんなの初めて。いや楽しい楽しい。いや今まで3択とか2択だったからね、だいぶ情報が狭められたんだけど。あ、これこれ、叱られる夢とかね、あのイベントで見たやつだ。なんでこれ共感のマークがついてるんだろう。へえ、何聞いちゃう？こんなところでぼーっとしてたら風邪ひいちゃうよ。おーい、起きて。え、なにこれ、放置ボイスとかもあるんだ。え、すごいな、すごいすごい細かいな。え、当たり障りない感じで聞こうか。衣装、その服はどうしたの？趣味？自分の。俺の服はこう見えて実用性重視、はい、手入れしやすさと動きやすさにこだわって作ってもらったんだ。あ、作ってもらうオーダーメイドってこと？そうなんだ。細かい手作業をすることが多いから袖が手にかからないようにしてもらったり。あー、確かに七分袖だもんね。ガジェットに乗ったりもするから足元もすっきりさせてもらったよ、うん、足元どんなんだったっけ。なんか可愛い感じだったのは覚えてるんですよね。ズボン短かったかな、短めだった気がする。あとはポケットも多めにお願いしますって頼んだ。ネジとか入れられるようにね。ネジとか入れてるの？そうなんだ。いやでもなんかね、でかいポケットは持ってた気がする。うん、そっか、こだわりの衣装なんだね。次は何を話す？え、まだ話せるの？え、まだボーナスタイムあるんだ。え、これもう選べない。どれ？あ、でも踏み込んで次話すことができるんだね。なるほど。え、これ面白くないですか？へえ、次髪型。それ後ろだけちょっと尻尾みたいに出てるけど、これは髪の話か。どうした？俺の髪結構硬くて一度跳ねると大変なんだよね。そうなの？へえ。あ、でもなんかちょっと毛質は硬そうな感じはするね、見た目。毎朝ちゃんと直すよう努力してるんだけど時間がかかっちゃってさ。へえ、そうなんだ。だから長く伸ばしてるのかな。もっとふにゃっとしてる髪ならよかったんだけどな。いいじゃん、合ってるよゼノくんに。めっちゃかわいい。あ、猫っけのゼノか。猫っけっていいな。ちょっと想像しにくいかも。次は何を話す？まだあるんですか、ボーナスタイムが。そうですね、これめちゃくちゃ楽しいんだけど。待って、なんか増えてない？増えた？なんだ？まあいいか。そうだね。俺と一緒でリラックスしてくれてるのかな。放置されるとちょっと寂しいけど。なんでそんなこと言うの？放置、ごめん、放置してるように捉えられるよね。違う。めちゃくちゃ話題に今困ってるの。ごめんって。そうだよね、こんなずっと喋って一人ごとずっと大きいのにさ。いや、ごめんって、叱られる夢。そう、これね。うん。ちょっと聞いてみよう。前に叱られてる夢でさえ懐かしいって言ってたよね。故郷のこと、今も夢に見たりする？たまにね。うん、思いがけない夢に家族が出てくることもあるよ。そうなんだ。怖い夢の中で、誰もいない部屋に逃げ込んだら、両親がいたりしてさ。うわぁ。不思議なことに、どんなに怖い夢でも、家族が出てきたら
ほっとするんだ。きっと俺が生きてる限りそういうのはなくならないんじゃないかな。なんかすごい絶望的なこと言ってるんだけど、でも夢ってなんか深層心理が現れるっていうじゃないですか。怖い夢に家族が出るっていうのは、なんだろう、やっぱ帰りたがってるっていう意志の表れなのかな。これ生きている限りなくならないっていうのは、なんか偉いトラウマ抱えてるんじゃないかな。なんか死生観にちょっと闇を抱えてるというかね。あるもんね、ゼノ君と話してるとあっという間だね。終わりか。そろそろ行こうか。そっか。いや、結構話したけどね。こんな感じなんだ。もうちょっと話してかない？まだあるの？すごいな。行こう行こう。またお話したいのかな、次。あ、守護星様と上皇様。今日はデートですか？デートです。持って行ってくださいよ。食い気味に言ってしまう。まあ、レイナもね、他の人とデートしてるしね。わ、ありがとうございます。これ、露天？なんだろう、アイスクリームかな？あ、クレープもらっちゃった。いいね。いちごクレープかな？美味しそう。美味しそうだね。クリームいっぱいだ。ねえ。でもどうしよっか。なんで一個しか買ってないの？交互に一口ずつ食べる？どう、ゼノ君。言ってるよ、こんなこと。俺も食べていいの？やったやった。じゃあ先に君が食べていいよ。そこは照れるとこじゃないの？ありがとう、いただきます。マジか。もうちょっと話してかない？まだあるんですか？この二人、でもこれだけ見たら兄弟のように見えなくもないんだけど、もうちょっと何か、なんですか？もうずっと興奮してるわ。ちょっと待って、今そこに何か。ちょっと様子を見てくるから君はそこで待っててくれる？これ、いや危ないよ。ん？何？なんだ、ウサギだったみたいだよ。ちょっと待ってくださいよ、ウサギだったの？ウサギがあんなうなったりとかするってどういう状況だ？親子で逃げてっちゃった。悪いことしたな。いや、私ウサギめっちゃ好きなんですけど、今めっちゃ可愛くなかった？今めっちゃ可愛くなかったですか、ゼノ君？くそ、きっとまた戻ってくるかな。ちゃんともっとしっかり一番家で見たいなあ。まあ守ってくれたんだね、ゼノ君は。ありがとう。なんか勘違いした感はあるけどね、こっちがね。ウサギそこまで凶暴な動物じゃないから。何？ねえねえ、この先も行ってみようよ。今の間は何？ゼノ君、今の反応は？あ、タコライス売ってる。一緒に買いに行こうよ。タコライス？うん。タコライスなんて売ってるんだ。君は辛いのは平気な方？辛いのか、私はちょっと苦手ですね。苦痛かな？どうして？このハラペーニョ少しもらってほしくて。ごめん、ハラペーニョわかんない。ちょっと出して。あ、辛いやつなんだ。あ、そりゃそうか。いいよ、私のところに入れてくれれば。いやー、いいね、この感じ。ありがとう。いや、でも見れば見るほど兄弟なんですよね、この感じ。照れ、もうちょっと話してかない？うわー、グイグイ来るね。いや、でも微笑ましいなー。なんかデートかな。あー、気持ちいい。いい天気でよかったね。ちょっとここで休憩しようよ。はい、待って、これ朝見たやつ。夢で見たやつ。ここに来るん、あ、公園の中にあるのか。へえ、そうなんだ。いや、すごい偶然だな。君は予知夢って信じる？予知夢？
予知夢。実は俺こないだ初めて見ちゃったんだよね、君とここでこの話をしてる夢。え、本当に？だから今ちょっと不思議な気持ちだよ。人生2回目やってますみたいな。リゼロか。あ、そうなんだ。いやでもそれはさ、ゼノ君来たかったってことじゃないのね。飛空都市効果とか。あ、でもそっか。あ、まさかね。まあそれも考えられるか。何があってもおかしくないもんね。まあアスカもちょっと意識飛ばしてね、現実にあったこと夢で見れるっていう特殊能力ありますからね。どうだろう、あるだろう。あー、いや景色がすごくいいね。それじゃあ名残惜しいけどそろそろ行こうか。うわー、あそこのベンチで二人で座ってるのかな。いいイベント見ちゃったな。寮まで送るね。だってもっと君と話してたいんだ。ゆっくり歩こう。うわぁ、立ち絵があるだけでちょっとひとしおありますね、感動が。うわぁ、いいね。結構長いこと喋ったよ。今日はすっごく楽しかったね。ね、君とたくさん話せて嬉しかったよ。君もそう思ってくれてるといいな。いや、思ってるって、あんなにねたくさんお話できるなんて思ってなかったから。また遊ぼうね、絶対だよ。それじゃ。うわ、めっちゃ喜んでる。ありがとうゼノ、またね。うわー、青空面談はちゃめちゃに良かったんですけど。今日は楽しかったな。一緒に行ってよかった。またたくさん話せるといいな。さ、部屋に帰ろう。めちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かったんですけど。あ、これ日曜日は積極的に狙っていかないといけないですね。あー、いや、3週連続なんですけど。タイラーさんのイベントでしょこれ。はい、来た。タイラーさん、また仕事してるんですか。あ、今日も入れるみたい。おーい、タイラくん。なんか来やすいんだよな。またお前か。何、今日は休みだけど。この慣れた感じいいな。ね、タイラくんは何してるの。仕事？仕事っていうか、うん、勉強かな。勉強？新潮宇宙の王立研究員からいろんなデータをもらったから。ずっと残業してるのかと思った。っていうか新潮宇宙ってなんだ？あれか。前なんかチュートリアルで新潮の宇宙とか星獣の宇宙とかがあるよってなんかタイラーさんが言ってた気がする。そっか、過去作のアンジェリークシリーズとも接点があるんだ。そうなんだ。新潮の宇宙は霊境よりも進んでることが多くて驚くよ。へえ、ここよりも。そうなんだ、だいぶここも進んでると思うけどな。あー、楽しそうだな。そうだね。ここはもうね。そう、タイラーさんはね、もう本当に首席で入学卒業してね、あの期待の新人として働いてましたからね。そらもうペーペーの新人とは違いますよ。でロレンツォみたいだね。さあ、それはそうだね。名前言いたいだけなんだよな。ロレンツォみたいだね。あ、でもなんかちょっと違うかな。あの方は学びたいというか知りたいって感じじゃないかな。そう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 。いや、タイラーさんさすが。人への解像度も上がっていく。そうじゃなくて俺は学ぶことが好きなんだ、うん、いろんな学問が今の生活の礎となってる。誰かが作った世界の上に俺たちがいるんだ。王立研究院にいるとそれがもっと進化発展して本当に楽しい。俺ここの仕事を好きだな。
そっか。なんか、いやこれ勉強が大好きだから、あれか。あまり苦じゃなかったんだね、今まで。こうやって何かを知ることを学ぶことって。んだからあんな。いや、こんな同期がさ、同じ会社にいたらもう肩身狭くてしょうがないと思うな、アスカ。いや、私も自己肯定感低い方だから、なんかわかるわ。こういう人がね、身近にいたら、萎縮すると思う。で、絶対比べられるんだろうな。私は学生時代にそんな思いで勉強してなかった気がするな。いや、でも大概の人はそうだよ。なんとなく勉強して、みんなが受験するから自分も受験して、そう、みんなね、ベルトコンベヤーのように流れていくんですよ。平くんは自分の人生を自分で決めたんだね。あ、そっか。別にここの王立研究院で働くことは義務じゃないもんね。多分引き抜きか何かにあってここで働いてるんだよね、平さん。ああ。お前も、どうするのか知らないけど、頑張れよ。うわ、かっこいい。いや、よかったね。学びたい場所で学べるって、なんか、こう、勉強好きな人にとっては、これ以上ないぐらいの喜びじゃないですか？いや、しかも頑張れよって言ってくれる。ありがとう。それじゃあまたね。お疲れ。お疲れ。自分の人生か。ああ、まあ、ちょっと思うとこあるよね。結局、その女王になるか、もうバースに帰るかっていうところ、まだ、アスカは悩んでる段階なんでね。うん、でもなんか動機いいな、動機。じゃあ一応ジュースをね、飲んできたんですけど、どうしよっかな。まあ、シュリちょっと言っとこうかな。あんまりね、シュリとは交流がなくて、ミナもなんだけど、ね。お前か。今日はいい天気だな。あ、そうですね。天気の話してくれるんだ。日の曜日は育成や妨害の依頼は受け付けない。それ以外に用があるのか。どうしようかな。修理ね。なんかまあ最近ねちょっと交流が増えてね、まあ面白い人なんだなっていう感じはするんですよね。うん。だからまあ最初ほどはねあんまり怖くなくなった。カフェテラス。いいじゃん。ああ、わかった。付き合おう。やった。カフェテラスって言ってた割にはすんなり受け入れましたね。そう、なんかこれもね、ちょっと楽しんで見れるようになった、シュリは。この店は結構人気があるらしい。お前もこういう店が好きなんじゃないのか？ああ、そうね。まあ何回も来てるんでね、もうお気に入りのレベルには達してますよね。そして返事をしない。いや、今のだいぶ不自然だったな。ちょっと言葉のキャッチボールしようよ。ね、そうだね。今データベース見れないけど、まあ、シュリは多分ね、ここに来たの初めてなんですよね、私。だから、まあ、どっちかだな。どうしようかな。まあ、でも無難にね、好きな食べ物を聞いておきましょう。シュリはどんな食べ物が好きですか？食えれば何でもいい。ほら。食べ物の好き嫌いを言うのは、食べるものに困ったことがない人間だけだ。会話を避けてるのかなと思ったんですけど、闇が深そうですね。俺の話はこんなところだ。気が済んだか？ありがとうございます。っていうか、もうそれ以上聞けないよ。そんなこと言われたら。まだこんな時間か。少し歩いて帰ろう。あ、はい。ありがとう。あと少しと思わないでもないが。寮に送るまでの道すがら、もう少し一緒にいてくれ。こんなこと言うんだ。へぇ、シュリ。そう、へぇ。すっかり遅くなった。邪魔したな。また。あ、また行きたいと思ってくれてるんだ。結構、距離近くにはなってくれるんだ。いや、あの人結構距離取りたがる人なのかなと思ってたんですよね。
じゃあ今日水晶玉覗いてみて、今日二人行ったけど、まあ青空面談したしゼノ君かな。彼女やっぱり女王候補として頑張ってるんだな。今日の面談ですごくよくわかった。ああ分かってくれた。わあありがとう。やっぱ一言だけか。そっか。いやなんかああやって心よく思ってくれてるのすごい嬉しいな。まあわあわあキャーキャー言いながらやってましたけど。民の心レベルとかね、私全然知らなかったよ。あ、17だ、ほら、やっぱり。20には達してない。いや、ちょっと待って、これまさかだけど、レイナの民の心レベルとか聞かれることあるかな？あ、難しいな。あれ、よく3問連続で正解できたな、私。いや、大分が良かったんだろうね。まあ、ということで、今はね、こんな感じでね、うさぎの聖地の方も成長していってますね。まあ、ファンタジーパークがちょっと抜きん出てるかな。まあ、ただね、ローさんの方はちょっと求められすぎてて、あの、地の力ね。地の力がちょっと求められすぎててね、バランスはね、崩しやすい状況にはあるんですよ。だからちょっと気をつけていきたいなとは思います。今日ちょっと一日しか経ってないんですけど、ここで一旦終わりにしようかな。はい。まあ濃厚な一日でね。はい。もう私もずっと喋りっぱなしだったんですけど。はい。ご視聴の方ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。はい。カチュアスカでした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。フェリックス。フェリックス。なんだ今回、なに、あ、扉か。何してる？おぉ、シュリーだ。ああ、なんとなく考え事。まあ、どの呼びだもんね、今、多分。こうなるか。珍しいな、お前がそんな。サクリアのことか。あ、サクリアのことを。ここは確かね、出身地同じとかじゃなかったんですよね。あれかな、こう、守護聖の歴が長いのかな。なんかちょっとこう、こうやってお話ししてるの。二人ともなんか、無駄な話しなさそうだもん。力がなくなること自体は、僕は特に気にしてない。サクリアのことか？力がなくなること自体。ただ、彼方を見てると迷う。迷う。守護聖になった時、僕はそんなに悩まなかった。母を置いていくことだけ気になったけど、それも母の人生だと。ああ、お母さん。お母さんとは、もう関係は良好だったのね。みんなそんなものだろうと軽く考えていたなと。反省してるのかな、そんな感じ。そうか。なんか他の星はなんだろうな、誘拐されてるのは地球だけだもんね。なんか他の星は割となんかこう召し上げられるっていう表現されたりとか、結構光栄なことっていう認識が強いんだもんね。まあ、それはね、もう文化の違いだから、まあ、実際そういうの見ないと分かんないよね。まだ反省してるのはすごい。お前の力は、そんなに減ってるのか？ん？すぐにって感じじゃない。でも、一番強かった頃とは違う。これ大事な話してるね。前の水のことを考えると、なくなるときは、一気になくなる。水？準備は必要だろうな。水の守護聖のことか。善人の。あ、そう。誰でも守護聖になるときは多くのものを捨てる。俺も同じだ。ただ俺には考える時間があって、捨てる準備もできた。
交代の時間を作れ。お前にできることはそれしかない。守護聖は逃げられない定めだ。彼方もいつか理解するだろう。フェリックス、お前の後任も。フェリックス、そう、結構危ないんだ。いやー、なんかこう、もう月並みなことしか出ないけど、思ってなかった、フェリックスがって。どっちかっていうとね、シュリの方がやばいんだと思ってた。焦ってるからさ。いやー、これ